スノープラウは、除雪を目的として、自動車や建設機械、鉄道車両に取り付けられた板状のもの、除雪装置の一種である。除雪板、排雪板、ブレードとも呼ばれ、特に鉄道の分野では、スノープローと記述されることも多い。ブルドーザーが装備するようなハイド板に対し、一般に除雪車に取り付けられた板状のもの全板を、指す。 道路や軌道に積もった雪を左右いずれか、あるいは両方に押しのける役割を持つ。鉄道車両の場合、雪かき車のそれは、ブレードと呼ばれ、スノープラウは、機関車の台枠や、電車、軌動車の台車、スカートに装着されている小型のものを指す。スノープラウの重量は、降雪時期以外は、デッドウェイトとなるため、使用しない時期には原則として取り外される。ただし、 構造の関係上取り外すことができないものや、車両本体の重量が軽すぎて、周辺機器の作動に支障を生じる場合など、あえて取り外さずに使用されることもある。また、固定されたものばかりでなく、先端部の角度や設置高さが変えられる、可動式のものもある。なお、スノープラウだけでは対処しきれない場合は、油圧ショベルのような建設機械やラステル車、ロータリー除雪車が活躍する。 ありがとうございます。